ショットガン笹島ことエミリア・スカーレットです。名字スカーレットやろ妹のフランドールです。そんなことよりもフランさん、私このゲームの難易度ベテランに正直限界感じてるわけですよ。お、ついにこの動画シリーズも一桁で終了ですか？次何のゲーム実況するんです？まだもうちょいあります。適当言ってんじゃねえぞ。いやただのラゼーだとベテランは本当にクリア率が低いのよ。特にアクトさんは結構特殊な方法でクリアするエリアもありますからね。つうことで今回は難易度ベテランのアクトさんで、中でも特に鬼門とされるT5のクリア方法をあーだこーだいう動画です。一応野良でアクトさん全てクリアしたんですが、初めのエリアは後からクリアしたんで、まだ後半のセーブポイントは解除されてません。このゲーム順番にクリアしてかないと、セーブポイント解放されない仕様ですんでもう野良でT5クリアできる気がしない？T5の攻略を中心に解説しますが、正直まだ攻略法が定着してないんで、正解はないと思ってください。とその前に、今回使ったショットガンデッキを一応ご紹介。最近の B4B の流行りはやはりショットガンデッキ。スターターはいつもの前に立つなで、2枚目には薬砲キャリア。3枚目にドウスカ挟んで、4枚目に散弾銃の高速操作術、5枚目はマガジンカプラーでリロードアップ。シャッターはリロードの遅さ気になるんで、この2枚は入れときたい。ただ入れたいカードは山ほどあるんで、どちらか削るのもありっちゃあり。6枚目には前回も使った金の猛者。ドウスカと金猛のコンビで、しっかりと銅貨稼ぎしとくと後々かなり楽。8枚目と10枚目がクイックキルと先行で、射撃精度を大幅アップ。ショットガンは射撃精度を 100% 近くまで上げると、集団性が増してまとまって飛ぶようになるんで、非常に効果力な一点集中武器になるんすよね。中距離からでも弱点部位に全弾当たる効果力武器になるんで、今ショットガンビルドが流行ってるらしい。ただ逆に言うと、ちょっとエイムずれると全弾外すってことですんで、腕に自信に気以外は注意。PC 版だとマウス操作なんで、その辺は多分大丈夫。あと今回最も重要なカードは、このダブルグレネードポーチ。よだめマイナス10とあって非常に大きなデメリットありますが、所持できるグレが2個増えるんでベテランでは実用的なカード。で残り4枚は自由枠ですが、今回も弱点火力5割アップの超集中、回復強化の医療のプロとショルダーバック、そしてショットガン当てるだけで一時的体力が付与される、バックショットブルーザーを使ってみました。ただ射撃精度上げるとショットガンは中距離武器になるんで、ブルーザーはそこまでいらないかも。その辺は各自自由で、という感じのデッキで行ってみます。ショットガン以外のデッキでもいいんですが、金カード2枚とダブルグレポーチは要になるカードですんで注目。ガーナーは引いてくるで。血糖値が高いみたいですね。書いてねえだろそんなコン。といったことで8の5の T5 までたどり着くには、この8の3の湖畔の小屋のセーブポイントからスタートします。むしろ T5 にたどり着くまでの、湖畔の小屋とガーデンパーティーの2エリアで全滅することも普通に多いです。地下湖畔の小屋の前に最初の2ステージあるんですが、そこがやべえくらいきついからガンバガンバ。アクトさんも初めのステージは使えるカード枚数が少ないんで、大敗カードによってはとんでもねえ無理ゲーになることもあるんで注意。アクト1と2でもそうなんすけど、カード枚数少ない序盤の方が苦労するのって、ゲームシステムとしていかがなものか。むしろカードたくさん使える後半の方がぬるゲーになるんで、序盤の難易度はもうちょい抑えていただきたい。大体無理ゲーになるのは、この大敗カードの引きが悪いとき。ブレイカーとハグとトールボーイの大群一緒のエリアに出すんじゃねえよ。その辺は今後の調整に期待したいところ。つうことで今回の主要キャラはウォーカー。カードは金カード2枚優先して、他は周りのメンツ見て適当に。ショットガン、ショットガンは死のぜショットガン。湖畔のセーブポイントからスタートすると、初めに緑武器がセーフルームにドロップするんで、自分のビルドに合った武器を確保したいところ。ただ最近はショットガンビルドの人も多いんで、そこは譲り合いも大事。ベンダーにもシャッターン売ってたは。まあ装備は道中で拾ってけばいいんで、そこまで神経質にならなくてもOK。で、初めの起点からこのケーブルフェリーで向こう岸まで行くんすけど、スイッチオン。あれ？フェリー誰も乗らないんすけど。ここ初見の人は知らずに乗ってくんすけど、難易度ベテランでは乗らないのが基本。このように自分の大群がフェリーに集まってくるんで、湖途中で破壊され、足場の悪い水上で敵に囲まれるんで、ベテランだと非常に危険。ビギナー難易度だと敵弱いんで、フェリー壊されずに移動もできましたが、ビギナー以上なら岸に待機して、水上の敵殲滅するのがスタンダード。わしも初めはフェリー乗ってたら、誰も乗らないんで慌てて岸戻った思いで。水上の敵殲滅させたら、みんなで徒
歩で水中移動。ご飯名物ぴょんぴょん移動やね。水に足つけたまま進むより、こうやって連続ジャンプ移動した方が多少早いみたいです。知らんけど。ご飯のロッジではできるだけ物資漁って、動画は根こそぎ回収やで。言語に万全の状態で臨むには、この動画が多ければ多いほどいいんで、動画回収は非常に大事。あとはバッテリー運んでゲートオープンして、この橋を渡ってセーフルームに入るだけの簡単なお仕事。やべえな、橋の床抜けた派。そしてスリーパーに捕まるお渡し機システムにまんまとハマるド初心者クリーナー。これはしゃあないんで、あとは味方3人がゴールまでたどり着ければ、とりあえずクリアはできますから結果オーライ。全滅してますね。嘘やろ、ここまで来てやり直すの。ここのラストは変異体のラッシュで普通に積むんで、最後まで気は抜かないよ。ただ一度失敗しても誰も抜けないやる気あるノラの方たちだったんで、これは期待できそう。つうことで2回目で危なげなくクリア。これはいいチームですね。お姉様一人危なかったですね。なんこと言うんじゃねえよ。次のガーデンパーティーも安定したクリアで、動画もたっぷり回収できました。回復薬の毒がいない編成ながら、味方がしっかりした立ち回りでめちゃめちゃ助かる。つうことでやってまいりました。本題のアクト3、8の5の T5。ここで多くのノラパーティーが絶望した、タワーディフェンスゲーが待ってますんで。まずここで大事なのが、カードでダブルグレネードポーチを取っておくこと。ぶっちゃけこれなくてもいけますが、あると格段に楽になるんでおすすめです。そして次のベンダーでのお買い物が、このゲームの成否を左右するんで慎重に。とりあえずベンダーオープンしてみましょう。ここで現在の所持金が、どうか4667枚と大量に備蓄。正直ここまでは必要ないですが、2000枚くらいは欲しいところ。まずは自分の弾薬、回復をすべて購入し、万全の体制にしておきます。ここのセーフルームには医療キャビネットもあるんで、外傷も忘れず回復。で、装備を整えたら、こっからが本題。まずは自分のクイックアイテムスロットに、ツールキットがあるかを確認。ツールキットがないと屋敷2階のミニガンが使えないんで、必ず携帯しておくこと。誰か他の人がツールキット持っていたとしても、自分も持ってた方が確実です。そもそも野良だとミニガンの位置知らないって人も多いんで、自分でミニガン開封できるよう準備しときます。で、残った動画で、あとはありったけの有刺鉄線を購入。有刺鉄線はグレネードと同じオフェンスインベントリに入るんで、グレネードポーチのカードやチームアップグレードで枠を増やしておくと便利。買った鉄線はセーフルーム内に落として、再び購入の繰り返し。有刺鉄線は1個銅貨200枚なんで、ここに来るまでに貯めた銅貨が物を言う瞬間。バリケードは多ければ多いほどいいんで、道中での銅貨回収は非常に大事。しかもさすがに十分足りるか。味方の人も鉄線買ってくれてるんで、作戦理解してますねこれは。あとはこの買いだめした鉄線を小屋の2階に運んで、屋敷の1階へ落とす作業に行こう。ここで注意してほしいのは、2階のベランダギリギリのところから鉄線落とすんで、自分が下に落ちないように。一度屋敷の方に降りてしまうと、こっちのセーフルームに戻れなくなるんで、鉄線落とすときは慎重に。これで全部有刺鉄線は運びましたね。あとは屋敷に降りた味方がバリケードセッティングしてくれますんで。とここで、一旦ベンダーを再度確認してみますと。あら、お店閉まってますね。セーフルームから出てしばらく経つと、ベンダーが閉店してしまうんで、必ず全部買い物を済ませてから鉄線の運搬を始めるのです。欲を言えば、鉄線の他にグレネード系も買っておくといいかも。アラーム爆弾とかも買っておくと、カバンの運搬時にゾンビを誘導できるんで便利。つか、お姉様も下に降りて、バリケードの設置手伝った方が良くないですかね。はい、それフランさん間違いです。どうでもいいけど顔ムカつくな。ここで全員が下に降りると、イベントが始まって防衛戦がスタートしてしまうんで、一人はここに残ってるのが正解。なるほど、小屋の2階に一人残ることで、味方3人がゆっくりバリケード設置できるんすね。可能なら簡単な英語でチャット会話して、意思疎通図るのもいいかも。ただコントローラープレイのコンシューマ勢もいるんで、空気読んでなんとなく理解してくれ。しばらくしたら屋敷玄関にピン差し連打してるんで、これは設置終わった合図今会いに行きます。全員が屋敷に降りたタイミングで、屋敷2階にロジャーズが出てくるんで、一連のイベントシーン終わったら防衛戦スタート。おお、なるほど。これは外に全部敷き詰めるタイプっすね。バリケードは屋敷の中にも設置する人もいるんで、その辺はもう味方の判断に任せるしかねえですは。玄関周り、トラック周りは大体みんな置いて、あとは屋敷1階の階段に設置するパターンも多いっすね。まあ野良なんでそんな細かい指示とかは無理ですが、
とりあえず玄関周りにバリケードあればだいぶ難易度は下がりますから。あとは正直近接のホリーちゃんの腕次第みたいなとこあります。ここの防衛でいっちゃん頼りになるのがやはり近接デッキのプレイヤーですんで、近接職が玄関でどんだけ敵集団を抑えてくれるかが大事。なんやかんやでロジャーズが下に降りてきて、玄関の扉開いたらゲームスタート。基本は玄関で敵の侵入を防ぐ役と、屋敷内にあるドクターロジャーズの研究成果定カバンを集める役に分かれます。わしは2回重点的に探しますんで、1回と地下は任せた。金拾ってんじゃねえぞ。言うてここクリア後もまだありますんで、どうか回収も忘れずに。有刺鉄線で散財してますからね。見つけたカバンは1回玄関に置いとくのが今のところ一般的。カバンは2階から落とした方がいいって意見もありますが、そこは味方の動き見て判断。ここの扉がツール使うかって出ても、迷わずぶっ壊しましょう。ツールはミニガン用に必ず取っておかないとまずいんで、警報器付きの扉はすべて破壊してオープン。あちょ、そろそろ王が暴れてるかもミニガン急げ。2階の右手一番奥の部屋から屋根上に出ると、鍵付きの武器クレートがあるんで、それをツールを使って開けるとミニガンが使用可能。一応こっちの弾薬箱も開けとくか。早せや。わーっとるわ。オーガはこのミニガンがないと倒すのにめちゃくちゃ時間かかるんで、ここのミニガンは必須アイテム。バリケードも大事だけど、このミニガンの箱開けるツールキットも非常に大事なんで、ベンダーで必ず購入しておくこと。ちなみにミニガンの弾は500発なんで、無駄打ちするとオーガ倒せないってこともあります。他の変異種ならなんとかなるけど、オーガは必ずミニガンで倒しきりたいんで、ミニガン撃つ人はオーガ一点狙いで、腹や背中の赤く光ってる弱点に当てるように撃つべし。オッケー倒しました。ほんじゃあとは屋敷内でカバン探しに戻りましょう。じゃあ、もしこれでケース10個集めたんで、あとはトラックに積み込んで脱出。成功、終わり、閉廷、以上、みんな解散。結構足りません。いやろ、こっちはこのままトラックで脱出できる思とったんですけど。完全に気を抜いたトラック待機にゾンビ押し寄せてダウンやつ。どうなっとるんや話しきれず、誰やカバン見逃したの。完全なるボンミスで、トラック前で2人ダウンのピンチ。しかしちょうどゾンビの波が引いたタイミングだったんで、味方2人が起こしに来てくれて九死に一生スペシャル感動やね。正直運が良かったですわ。こういう時にアラーム爆弾あると、トラックへの積み込みがスムーズにできるんでおすすめ。その後2階に残ってたカバン1個見つけて、味方がトラックへ無事搬入。2階の探索係誰だよ。おやだよ。いやわしちょっとオーガの相手もしてたんで、忙しかったしこれはしゃーなしやなー。ラストは2階からダイブでトラック乗り込んで警護クリア。皆さんお疲れ様です。いやノラとは思えない立ち回りで、安定感あるメンツでしたね、ありがてー。特に近接の人が、一人で玄関に集まった敵全部さばいてくれたんで、探索組3人で早めにカバン集められたのがでかかったですね。有刺鉄線、ミニガン、近接、この3つが野良での警護クリアの大事なファクターだと思う。全部揃ってればここも非常にスムーズにいけそうな予感はあります。では最後にもう一つのバリケード配置、1階の階段に置くパターンもご紹介。この場合もトラックと玄関の間にあらかじめバリケード設置してますが、開いてない有刺鉄線も何個か玄関周りに置いてくれてますね。未使用の有刺鉄線が残ってる場合は、階段での籠城を想定してるチームなんで、玄関開いたらダッシュで階段にバリケード築きに行きます。階段を登るように、縦に置いていってください。今回はわしが近接なんで、はじめは玄関でできるだけ粘ってみます。やっぱりカバン探索する人にとっては、屋敷の中に微分入ってくると運びにくいんで、なるべくなら玄関で食い止めたいところ。今回一人ボットなんで、人数少ない時は階段籠城パターンの方が楽かも。階段が細くて長い作りになってるんで、近接にとってはこちらのパターンの方が籠城しやすいと思う。この辺に待機しといて、あとは有刺鉄線踏みながらゆっくり上がってくる敵を1体ずつ殴ってくだけの簡単なお仕事。ちなみに有刺鉄線は敵の移動速度が遅くなるだけでなく、ダメージも多少入るんで、火力ソースとしての側面もあり。おっと運搬係が階段上がっていきましたね。階段で籠城するパターンの場合は、カバンはミニガンのあった2階の屋根から玄関前に落とすのがいいみたいです。階段塞いでるんで、2階には敵が入ってこないんで比較的安全。トールボーイやリーカーみたいな変異種でも、階段なら余裕を持って処理できるのはいいところ。多少押されても、細長い通路にバリケード敷いてあるんで、交代してリカバリーが効くのは階段こもりの長所。ただしスティンガーに拘束されるのはどうしようもない。こういう時のために、やっぱり脱出カードは入れときたい。近接役はスタンガン持っとくのも大事。
なんやかんやでカバン10個集まったものの、トラックへ積み込み中に全滅。毎回このカバン集めた後の、トラックまで運ぶのがむずいっすね。やっぱここでアラーム爆弾欲しい？つうことで T5で詰まってる方は有刺鉄線お試しください。また次回。